こんにちは。今日の画像は日本で看板職人だった頃描いたイラストです。水彩画を始める前はこんな絵を描いて遊んでたんですね。それでは前回に引き続き水彩画家おさむの思い出話ナンバー2ですね。看板職人だった頃の話をしましょう。看板職人見習いになった後も絵を描きたい欲求がやってきます。仕事が休みになると近くの丘に登ったり公園へ行ったりスケッチをしたものです。みんなに内緒で雑誌の広告で見つけた絵の通信教育なるものに会費を送り絵の練習をしたこともがあります。挿絵画家を育てる教室とありましたので挿絵画家も悪くないなと思ったんですね。しかし教室内容に熱が感じられないしこの程度のことなら独学でできそうだったので半年で辞めました。私が就職した富士看板店は兄弟2人がやっていました。兄が経営中心で弟はデザイン関係を受け持っていました。弟の方は多摩美術大学卒業ということで夜は石膏デッサン教室をやっていました。これから美術学校を受けたい若者対象の教室でした。石膏は看板店に置かれていたので教室があるたびそれを公民館に運ぶことになります。それが私の仕事になりました。住み込み従業員の私は1日24時間が仕事みたいなもんです。リヤカーに石膏の頭をたくさん積んで教室へ運びました。でもいいこともあるんですね。教室が終われば石膏を運び出さなくてはなりません。私は教室が終わるまで部屋の隅で待つことになります。その時間がもったいないので私も自分のスケッチブックを持参しデッサンをすることにしました。生徒ではないので無料です。だから何かを教えてくれるわけでもありません。でも看板職人見習いで教えてもらうのではなく先輩の仕事を見て習えと教育されていたので問題はありません。むしろ自分の感性のまま描くのが面白いくらいです。私の画家になる第一歩がこうして始まったんですね。富士看板店で6年余り世話になった後看板職人の仕事ができるようになりました。そしてその店を辞め札幌へ出ることになりました。言うなれば武者修行の始まりです。いろんなところで新しい技術を身につけるのです。先輩の職人が一人札幌へ行ったこともそのきっかけになりました。札幌では2軒目の看板店竹工芸が気に入り世話になることにしました。オーナーがいい人で従業員も面白い人が多かったのです。ここでのいい思い出はたくさんあります。英会話を始めたのもこの頃ですね。NHK ラジオの英会話番組でした。中学時代、
全くわけのわからなかった英語だったのに、突然その気になったのは自分でも不思議でした。ずっと後になって、それは私が進むべき方向に運命の力が背中を押してくれたのだと思うようになりました。あまり真面目な生徒ではなかったですが、休んだりまた始めたり、とにかく長い間続いていた英会話です。どの程度の効果があったのか知りませんが、物事を淡々と続ける性格が身についたことは確かですね。今でも継続は力なりが私の口癖です。英会話を始めたことで外国に興味を持つようになりました。1961年小田実の本何でも見てやろうがベストセラーになり、1964年に海外旅行が自由化されたことで若者たちのバックパックで無線旅行が流行しました。そんな人たちの旅行体験記を読み漁っていたのです。私の心は海外へ行こうって叫んでいました。仕事仲間にそのことを話したら笑っていましたね。私としては周りに行ってしまえば後には引けない、それは自分を元気づけるための作戦でした。一方密かに貯金を始めていたんですね。どんな手順で海外旅行ができるのかこれから勉強です。お金もある程度貯まりましたので、貧乏旅行なのでそんなに 金は必要じゃないし、持ち金が少なくなったらアルバイトでもすればよい。貧乏旅行者体験記から学んだ知識でなんとかなるさということです。細かいことを心配していると前に進まないんですね。おとなしく引っ込み思案の自分だと思っていたのに、この積極性はどこから来たものか。最初は冗談かとからかっていた仕事仲間もパスポートを取り、ビザを取った頃には静かになりました。会社は1年間の休職ということで OK になりました。1972年4月、この年は札幌冬季オリンピックがあった年です。私は横浜でアメリカの客船アメリカンプレジデントラインクリーブランドに乗船しました。当時は船のエコノミー料金と航空券のエコノミーがほとんど同じ格でしたね。船底の4人部屋ですが、経験としては面白い船旅でした。というか安いのが魅力でした。第一、2週間部屋付き食事付きの船旅は得した気分になれます。それに船旅は将来難しくなる予感がしていたのですね。それでは豪華客船の旅については次のビデオでお話しします。シニア制裁画家オサムの思い出話その2、ご清聴ありがとうございます。次のビデオで会いましょう。さようなら。
チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた来週。さようなら。